映画3度目の殺人監督キャストの皆様に改めて大きな拍手をお願いします。どうして殺したんですか？生まれてこない方が良かった人間というのは世の中にいるんです。驚きと発見の連続で、まさになんか、まあ、2作目ですけれども、監督とは今回よりそこに、なんか鋭さが増したような、奥行きと鋭さが増したような印象を受けました。私はすずちゃんのうなじの匂いを嗅いだ演出なんですけど、めっちゃ匂いクンカクンカ嗅いでたよね。嫌だったでしょ。いや、ずっと赤ちゃんの匂いがする、赤ちゃんの匂いがする、えっと思って、本当に赤ちゃんの匂いそうですね、やっぱデビュー作で行った映画祭って忘れないですから、自分のキャリアにとってもすごく大切な場所なので、そこにこう、まあ、22年ずいぶん経ちましたけども、少しはこう成長した姿と作品を持って、訪れられるんじゃないかなと思ってますけど。福山さんがね、ちょっと嫌なやつだなって思ったんですよね。なんだこいつってちょっと、みたいな感じで、そんな感じで、この人とこれから2ヶ月一緒にやるのはたまったもんじゃねえなと基本人見知りなんですよ。ですよね是枝監督やあとリリさんから、はい、海町ダイアリーの時に広瀬すずちゃんに会うとみんな甘酸っぱい気持ちになると。で実際にお会いしたんですけど、はい、まあ甘酸っぱくなるんですよね僕はですね、はい、もう斉藤さんも甘酸っぱい感じがしますありがとうございます、ありがとうございます。